小山田氏は日本の氏族の一つ。小山田氏は武蔵国、小山田氏は薩摩国に由来する。他にも陸前、陸中、宇後越後、筑前、武前などに小山田の地名が存在した。関武平氏吉文流秩父氏の流れを組む秩父、重弘の子、有重が小山田氏を称する。武蔵氏の末裔が小山田氏を称する。 藤原北家良両門流、上杉重房を演祖とし、彦である上杉東生の子、来賢が、小山田氏を称する。藤原北家、小野宮佐頼流の流れを組み、梶木き寄光が子、梶木助よの末裔が、小山田氏を称する。藤原北家高高絵流の流れを組む菊池紀隆を演祖とし、菊池教州が子、菊池京信の末裔が、 小山田氏を称する。神竹平氏秩父支流の小山田氏は、秩父重広の子、有重が、武蔵国小山田所を本領としたことに由来する。この一族から、鎌倉時代に海国へ移り、海の東部の鶴軍のうち谷村を本拠とし勢力を、振るった海の小山田氏が出たと言われている。海の小山田氏の館は、鶴市内大泉寺に否定される。 江戸時代後期の文化11年に編纂された、海の国史では、小山田氏は、武蔵国秩父平氏の抜流都市、平重弘の次男有重、さらにその子の雪平の流れを戦国期を山田氏の、祖としている。国史の根拠と見られている、千葉和佐系図では、平重弘の子に、有重、有重の子に、雪平の存在を記している。南北朝期の尊卑文脈でも、 同様の系譜を記している。有重は兄、重吉の子が、鎌倉幕府有力御家人の畠山重忠で、有重の三男である重成は、稲毛氏を四男の重友は、新外氏を五男の友長は、田名氏を六男の重近は、小山田氏を七男の行重は、森氏を称した。いずれの系図においても、小山田氏は、武蔵小山田所に権益を持った。 小山田別当と記され、別当は、牧の管理者を意味することから、小山田どころは、本来僕であった可能性が考えられている。勝山記によれば、永正17年に行われた、小山田だや太郎13回帰法要の際には、世主が、藤原政を称しており、品中守の部割の代になり平らを意識した、可能性など、検討の余地が指摘される。平安時代後期、陰世期の92年、 合戦における、有重の動向は不明であるが、平家物語によれば、兄、畠山重義は、吉平勢に属しており、大倉合戦は、七部一族の主導権争いとしての性格を有し、勝利した重義は勢力を拡大している。有重は、方言元年の方言の乱において登場し、方言物語によれば、乱において敗北した、源のためともが、 父のためよしに対し、合戦に参加しなかった、三浦義明、畠山茂よし、小山田有志らと談合し、関東において抵抗することを提案しているが、ここに挙げられている三者はいずれも、ためよし、ためともと敵対する義朝方に近くため朝の発言が三者の立場を反映しているかどうかの点に関しては、慎重視されている。また、方言の乱以前には、源義よとも、 藤原信頼が立相に携わった武蔵稲毛相が成立しており、重吉、有重兄弟もこれに携わっていると考えられている。平時元年、源、義友、藤原信頼は、平時の乱において、平氏に敗北して滅亡しているが、平家物語や愚感傷において、重吉、有重兄弟は、平氏の老頭として記されており、この頃、重吉、有重兄弟は、 平氏方に帰属したと考えられている。平家物語によれば、自称4年の持人王の挙兵に、再して、重吉、有重兄弟は在京して、平の清盛に仕えている。続く伊豆における、源頼朝の挙兵において、重吉の子、重忠、有重の子、稲毛重成らとはじめ、平家法に属していたが、畠山重忠は自称4年10月に、秩父氏の家徳を継いでいた。 川越重よりら秩父一族と共に頼朝方に降伏しており、有重の動向は不明であるが頼朝に起伏したと考えられている。自称、樹影の乱において有重は頼朝に従い東国に下校したとみられ、有重の子息は一の谷の戦いなど最国へも出陣している。畠山重義の動向は不明であるが、重吉子息の重ただ。 有重子息の稲毛重なり、新外重友が頼友に仕えている。こうして、小山大一党は、秩父党の重鎮都市、頼友の鎌倉幕府創立に功を立て、本領である小山田所は、有重の子息により分割相続されたと見られているが、稲毛僧や重友の入部した橋場御子組狂や、否定地味匠の井出田の地や武蔵小沢郷に進出していたと見られている。 アズマによれば、文治元年10月には、頼朝の弟義経が、後白川法王と、結び頼朝に背き、同年11月11日には、義経の衆都である、川越重頼が所領を没収され、殺害されている。これにより秩父氏の家督は、畠山重忠が継承し、重忠や重成、 重友兄弟ら秩父一族は義経をかくまった欧州藤原氏の討伐にも参人している。欧州合戦により、自称、樹衛の乱は集結し、頼朝による鎌倉幕府が改装されるが、東鏡によれば幕府儀礼において、重なり、重友兄弟が徴用されていることが確認される。元休2年、一族の畠山重忠の乱に巻き込まれて、ほとんどが粛清された。 鎌倉時代初期に、その粛清から逃れた生き残りが会に入府したといい、上級の乱においては、同地から幕府方の東産道軍に加わっている。郊学寺南北朝時代には、秩父兵士小山田氏の系譜を引くとみられる、小山田皇家の同行が知られる。太平記末十16、小山田太郎公家青麦を刈ることによれば、皇家は、兼務3年までに、新田義定に従い、 同年3月には、針まで兵糧の欠乏から、勝った関を行い軍法違反に問われたが、吉貞はこれを謝免した。巻16、新田田港川合戦のことでは、後家はこの時の恩義から、同年5月の港川の戦いで吉貞の身代わりとして討ち死にしたという。後家に関する勝った関の逸話は、太平記の古本には見られず、後世の過失であると考えられている。 また、古本では巻十六新田田港川合戦のことにおける名を高い絵としている。室町時代以降に見られる海の小山田氏とは同族とされるが、その経緯は、はっきりしてはいない。鎌倉大蔵氏、武田源氏と等系図によれば南北朝期から海舟後、武田氏と婚姻関係を持つ。戦国時代には、海舟後、武田信政の子である、新縄と、 油川信江の構想が発生し、工学寺文書によれば、小山田氏の当主である、小山田信長は、演算工学案の辞令であった鶴群田原里を横領した。明王七年には、新名は、新江間では僕が成立し、明王八年九月二十四日に、信長は横領文を工学寺に返還したという。なお、この時点で信長は、平らを称している。戦国期の会では、 国中を戦国大名化した主語、武田氏が治める。これに対し、海各地では有力国衆が台頭し、中でも藤川一帯の河内地方では、穴山氏が、軍内では、小山田氏が台頭する。穴山、小山田領氏をはじめ会の有力国衆は、武田氏の家臣団に組み込まれるが、穴山、小山田領氏は、河内、軍内領において、独自の支配を展開した存在として知られる。 英承4年に改修後、新縄が死去すると、新縄の子である信長が家督を継承する。これに対して信長と叔父の油川信江、岩手縄美兄弟の間で抗争が発生し、駿河国の今川氏や相模国の御法上氏など、対外勢力の同行が関係して、戦乱状態が続いた。公衆軍内を山岳刑図によれば、小山田信長の姉妹は、武田信正に嫁ぎ、新へ、 縄尾兄弟の聖母であるという。このため、信長のこと見られる、小山田八太郎は新へ、縄は味方に属する。永翔5年10月4日には、信長、新へ館で合戦が起こり、新へ方は大敗し、新へ、縄尾び放火が戦死した。勝山家によれば、八太郎は報復のため国中へ進行し、同年12月5日の合戦で戦死したという。なお、 この合戦後に、軍内、小山田の一門である堺、小山田氏の小山田平蔵が、伊豆国二ら山の伊勢総合のもとへ亡命したという。八太郎の時代は子息あるいは弟とされる、小中守信有が継承し、以来小山田氏では、八三郎信有、では守信有と三代の当主が、同じ実名、信有を継承している。六年にも、信虎の軍内侵攻を受け、 翌永英七年春に、小山田氏は、武田方への従属を条件には僕し、小品中守の部は、信虎の妹もしくは、娘を室に迎えている。国中では、信虎と駿が今川氏と結んだ、西郡の国州大石との合戦が続き、英雄十二年十月十七日には、小品中守の部が派遣したとみられている、小山田山と守が戦死している。今川勢は、 鹿坂峠を越えて、軍内へも進行し、英雄13年末に、小山田氏は、駿河勢を撃退している。英雄15年5月に至り武田今川漁師は和睦しているが、小山田氏は、別個に、今川氏と和睦している。英雄16年に、信虎は守護所を、川田館から甲府へ移転し、新たに、筒じヶ崎館を築造して、城下町整備を行う。 これに伴い家臣団も城下に集中し、小山田氏も甲府に屋敷を置き、腰中守信のの性質も甲府へ移っている。翌永正17年には、軍内北部に猿橋を加強しており、この時点で、小山田氏の支配が、軍内北部にまで及んでいることが確認される。天文2年、1533年には、甲府に屋敷を持ち、武田への帰属を強めるが、外交関係などで、 一定の独立性は有していたと言われる。協力三年には本を中津森館からより発展性の見込める谷村へ移転し、城下町整備を行う。戦国時代末期に、武田氏が、尾張の織田信長の侵攻を受けると、小山田氏最後の当主信氏では、武田勝頼の亡命を拒否し勢力の保全を図ったが、それまでの武田氏との密接な関係が災いし、信長に不注者として、 一族滅亡させられ、小山田氏は、歴史からその姿を一時消すことになった。江戸時代に、越前松平家家臣、後に、合津松平家家臣、米沢藩主上杉屋家,家臣となった、小山田多門家は、小山田氏着流を称している。小山田多門家は、新編合図風土記によれば当主である、帝政が、武田氏の滅亡後に、ご法上氏に仕え、続いて、いい直政。 上杉陰勝を経て、越前松平家に主管する。元那9年に、越前松平家が改役されたため、帝政嫡男、帝重の子である神五兵衛が、上杉家に主管し、帝政次男の伝志郎が、会津松平家に主管したという。上杉家家臣、小山田多門家の子孫には、帝重が作成した、小山田多門家伝平らを山田氏系図写しが、伝わっている。同系図では、子孫、 丁正の母を、星名し室は、星名正都の子、内藤正月の妹としている。同系図は、由緒主張の一環であると考えられており、合図松平家家臣、上杉家家臣の小山田氏双方が、多門家の着流を称している。他、水戸藩であった佐竹氏に仕えた、一族、明治時代には、衆議院議員の小山田義高らが信繁の一族と称している。 小山田氏の家臣、編集、小山田良造家電、軍内小山田課長ラオ隊長郎のことによれば、小山田氏の家臣には三代当主、重行の第二、壇上家が分かれ、さらに六代神前の第二、えもんの助けが、十一代真実の第二は、備中主家が分かれたという。なお、このうち壇上家のみが確実な古記録から確認できる、ことが指摘される。えもんの助けに関しては、 エモンスケアのごきであると考えられており、勝山ヤマキ、十二年十月十七日上に、戦死した、小山田山と守るに続き、エモンの里称される人物が記されており、この人物に由来する絵とも考えられている。ビ中チュは、上原氏の出自である、トラマンが改正したことで成立した、石田小山田氏の一族として知られる。小山田壇上家は、代々、平蔵の家な、 男女の関都名を称した一族。貝の国史によれば、堺天神社の近くに屋敷を構えていたという、室町時代の干渉、文明年間には、一連寺加古町に、段阿弥陀仏、小山田男女が記載され、これが初見資料とされている。戦国期の当主には、小山田男女8月22日がいる。平蔵を称する、軍内領の内堺、倉見を領した。 勝山記によれば、永正5年12月5日に、小山田八太郎が武田信虎に敗れ戦死した際に、伊豆の伊勢総武井のもとへ亡命しており、この時点で平蔵を名乗っている。勝山記によれば、その後帰産し、男女に改名し、天文4年8月22日に、北条氏綱が軍内へ侵攻した山中の戦いにおいて戦死している。と見られる人物として、 小山田雄星がおり、勝山記によれば、工事2年に、吉田の下、吉田衆が、谷村の小山田信有に、土豪、小林泉守を訴えた際に、泉守の要請で、堺の男性伝が子も、吉田衆の谷村出布阻止に乗り出している。天正2年には、堺村天神社の胸札に、倉見、堺石タイラーソン雄星が記され、同一人物と考えられている。 雄の一時は信有からの変記であると考えられている。紅葉軍艦によれば、雄生は、元気2年に、駿河国深沢城の常盤として派遣され、深沢城の城代である、小前正直からの指揮を受けている。小山田信繁の時代には、甲州武田保守小院新元公未予想人数、公用軍艦において、信繁の覚えの衆として記載される。維新の動向、編集、 シナの国松大藩主、真田氏家臣には小山田維新と見られる氏族が存在し、小山田はじめ門の小山田壇上家の小山田雄星の子孫が、真田家に仕えている。雄ーことの子、茂セは、武田氏滅亡後、相模国の御北上氏を経て、小田原合戦後に、真田氏に仕え、真田正行の長女村松源の女性となった。真田氏家老、小山田氏に伝わる、 松城山田家文書には、天章3年12月付で、小山田平蔵が、茂寺の変記を受けた、際の一字書き出しが残されており、これは模生を指すと考えられている。なお、模生自身は、小山田正茂の子孫を自称しており、口述する、石田小山田氏の羊と考えられていたが、2003年には、黒田元木の研究により、小山田壇上家の羊であることが、明らかになった。 モセの子孫は、松代藩の自席画廊として存続している。また、真田家臣には、系譜は不明であるが、軍内小山田氏の関係者と見られる氏族に、小山田十郎兵衛がいる。小山田十郎兵衛は、不死で、同じ十郎兵衛を名乗り、父の十郎兵衛は、実名が、国継ぐとも言われるが不詳。監督山エリンジ雑本、品の資料14巻によれば、 父の重郎兵衛は、天正3年5月21日の長篠の戦いにおいて戦死している。この重郎兵衛は小山田壇上家と同様に始め後、北条氏に仕え、裾野氏編参室所蔵。柏木家文書によれば、天正10年10月26日に、北条氏政から、治業安堵を受けている。柏木家文書によれば、小田原合戦後に、真田氏に仕え、 天正19年5月13日には、真田正幸から20人口を与えられ、天正20年9月15日には、雲野に事業地を与えられている。文六年間には死去しており、聖母により高野山連下定員に供養されている。過去張り月つ月きつき、新州小さが多分第一によれば、法名は、風室、貞春前城門。柏木家文書によれば、 重労表演には、子息と見られる、一貫がいたが間もなく死去しており、家計は断絶したと考えられている。小山田氏は、軍内領主を称しているが、支配領域である、谷村領は、軍内全域ではなく、小菅氏の治める小菅や西原武田氏の治める、西原や加藤氏の治める上野原と分立していた。谷村領は、桂川流域で、岩戸の山から、初刈り、 大原総から山中にかけての領域であった。谷村僧は、東西の交通の要衝であり、江戸時代には、公衆街道として整備されている。笹子峠越えで、甲府盆地へ抜けた毛出の治める国中と通じ、上野原を経て、相模国へも通じる。また三坂峠、鹿護坂峠越えで、駿河国とも通じる鎌倉街道にも通じ、谷村から桂川沿いに、 吉田へ通じる谷村寺も整備された。小山田氏は輸送に関する書役を免除する発給文書を数多く残しており、他国間の流通を支配した。領域の大半が山林であり、高地に乏しいため制御は山稼ぎが主で、穀物は他国からの輸入に頼っていた。武田氏のご親族州で領内に独自支配を及ぼしていた穴山氏に対し、 不代化老州の小山田氏の治める谷村領内では、武田氏の支配も及んでおり、富士三景者の集まる御市長であった吉田や川口などでは、入山料の徴収や胸別銭の付加や検知が行われており、訴訟の裁定を武田氏に委ねることもあった。戦国期の小山田氏は一般に武田氏の従属国衆でありつつ、軍内領において、 独自の領域支配を行っていたと評価される。小山田氏は同じく、カイ国における武田氏の従属国衆で、河治領において、独自の領域支配を行った穴山氏と、共戦国帰国衆論、戦国騎士語論の観点から注目され、軍内支配の独自性と死後武田氏の軍内への権力浸透の評価を、主な論点として研究が展開されている。 昭和戦後期においては1962年に、しめぎやすえが、武田氏、小山田氏の軍内支配を再支配体制と評価し、河治領と異なり軍内上では、武田氏の発給文書が残されている点に着目し、小山田氏の再支配を弱いものと評価した。1969年に、佐藤八郎は、小山田氏の軍内支配を二重支配地域と評価し、小山田氏は、 富士通社からの積線を財源として持っていたため、武田氏が軍内量を直轄量化し得なかったものとした。また、1972年に上野聖牢は小山田氏の軍内支配を再支配構造と評価した。小山田氏と武田氏をめぐる政治動向に関しては、1974年に中澤新吉が本格的な検討を行い、中澤は天文書年頃までは、 両者の関係は対等、同格であり、武田信虎が軍内領を武田領国に組み込む過程において、両者の関係は相互に依存し保管し合う関係となり、武田氏に従属した小山田氏は武田領国下において特有な在地支配を形成し得たものと評した。これに対し、小山田領造は小山田氏による軍内支配の独自性、独立性を強調した。 1975年には、芝辻春六が、武田氏、小山田氏の発給文書の分析を通じて、軍内領においては、武田氏からのみ、文書の発給を受けている武士や自社が多い点に着目し、軍内領において、武田氏は、主要交通路を掌握し、有力求人の一部を悲観化するなど、直接的な支配を展開していることを指摘し、小山田氏は、武田氏の下で、 市場主化した評価した。小山田氏研究の活気となったのは、矢田都市文の論説で、矢田は1979年には、小山田市、穴山氏の独自支配を高く評価し、武田氏が国中支配において保持していた権限と同質のものとした。すなわち小山田、穴山氏は、第一次裁判権、第一次立法権、夫役収支権、県中権を保持し領域支配を行い、 武田、小山田、穴山の三者は対等な連合権力を形成していた戦国領主であると評した。また、八田は武田氏についても、軍内、河治領を含む武田領国において守護権に基づく第二次裁判権、第二次立法権、軍事指揮権、自社工業権を保持する戦国機種語であると評し、これは従来の戦国大名の概念を否定するものであった。 以来、八田の主張に対し多くの反論が発表され、議論が展開されている。一方、黒田元らは東国における戸座国衆に関する研究を展開し、武田氏を戦国騎士ごと評価する点については否定的見解を示している。また、2000年代には戦国騎を山田氏投手の人物否定に関する再検討や秋山隆による 交通史の観点からの軍内、谷村の位置づけについても検討が加えられている。秩父重広。畠山重吉小山田有重、畠山重ただ稲毛重成、深海茂友森幸主家、棚ゆ朝、小山田重ちか。稲毛重正宇都宮頼綱室綾の工事式室、新海重樹新樹、秀衆栄。小山田氏は、日本の武家の氏族。 薩摩国から由来、薩摩藩自末家臣団の大倉氏の士族、慶応期に岸島氏の長男、小山岳沙太郎は南北朝時代に島津市から与えられた岸領村で弟の家さ次郎と定住。当時の日本地図には岸領湾は海津ずに小山田湾と書かれている。小山岳沙太郎の息子は長男の八之進、次男の友吉、三男の末吉。 現在、アメリカで俳優として、海外で活躍している、小山田誠は、小山田八之進の直系の子孫にあたる、源のためよし、源のよしひろ、しだよりしゆけ、しだしゅげかた、ひ、しじまさちのり、ひ、しじまときのり、ひ、しじまただのり、小山田か則、小山田則り 桂太郎八の真時彦正彦光吉雄一小山田誠武田家臣には軍内領主小山田氏とは別に駒国石田里を領主した石田小山田氏が存在する戦国期にはシナの信仰において活躍したシナの内山城代上原委が守るが石田小山田氏を継承し虎満 正重が二代続けて、備中氏を称している。正重の弟には、大学助がいる。なお、江戸期の真田家臣で、松代藩の次席画廊として、幕末を迎えた小山田家は、小山田正重の子孫を自称していたが、現在では、軍内小山田氏の一門、家臣であった、小山田壇上家の子孫だとされている。小山田氏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 。 ありがとうございます。